ーは戦車に富んだ彫刻美を形作り、祈り豊かな。やっほーやっほーやっほー、この声聞こえたかもしれませんね。先人たちが作った建造物が織りなす黒部ならではのダイナミックな風景の中に入ってまいります。まもなく柳橋です。右の前方に見えてきた円筒形の建物は旧柳川原発電所です。船吹ダムを建設するときに湖に沈んだ平成5年に完成しました。古城に浮かぶお城をイメージしたんですって。どうでしょう、確かにヨーロッパのお城みたいに静かな威厳のある佇まいですね。このような特殊車両に乗せて輸送する。
さらに急な上り勾配が続きます。トロッコで